クマフィッシングクラブ。天草で投げ釣り。今回も天草にキスの投げ釣りに来ています。前の動画で紹介した移動式おもりと自作枝針での調光です。それでは釣り開始します。夕方の干潮前からのスタートです。マリ道等はせずに駆け上がりのちょっと先を狙ってます。何かヒットです。小さいですが本命のキスです。予備の仕掛け作りのため置き竿にしています。何か当たっています。今回はグイが渋いみたいです。錆びてもなかなか乗ってきません。潮もあまり動いていないので加勢が良くないみたいです。何度も何度も当たるけど乗りません。駆け上がりポイントまで来ました。根掛かりしました。強引に上げたら取れました。九千ベラでした。またヒットしました。今回はちょっと小型中心みたいです。
今当たりました。しかし乗りませんでした。今度はかけました。まらまらのキスです。ヒットです。両肩のキスです。潮が変わって、海がだんだん良くなってきました。本命のキスです。パチャハゼでした。ハゼ釣り上げた直後、嫁さんがやらかしました。ガルプの磯目で、生後、シーバスの子供を釣り上げました。キスも何匹か。釣り上げています。この日の一番の大物です。私も負けて入られません。何かヒットしました。マラマラのキスです。両肩のキスです。今回は言うまずめ2時間2の釣りでした。今回持ち帰り分です。嫁さん、初めてのシーバスでした。ご視聴、ありがとうございます。チャンネル登録、よろしくです。